十五夜のお月様、村山和子。大きい森の向こうから、ブルブルブルと小さい音が響いてきました。木の上で寝ていた真っ黒な小人は、それを聞くと飛び起きて、青い着物を着て、赤い帽子をかぶって、音のする方へ飛んで行きました。お月様、こんばんは。ずいぶん早くお出かけですね。 と、小人が申しました。ブルブルと音を立てていたのは、赤いお月様でした。たくさんの子供たちがあなたのいらっしゃるのをどんなに待っているでしょう。さあ出かけましょう。と、小人は言って、お月様と二人で森を出て、野原を通り過ぎて、町に参りました。お月様、町の明かりはどうしてあんなに赤くて綺麗なんでしょうね。うちにはみんな窓がついて綺麗だな。 おや、あのうちの窓からかわいい女の子がお月様と僕とを見て笑っていますよ。と小人が指さしました。本当に私たちの方を見て笑っているようですね。おや、あれは私の子供ですよ。とおっしゃいました。え、本当ですか、お月様、ま。と小人はびっくりしました。本当ですとも。 嘘と思うなら、あそこへ行って聞いてごらんなさい。と、お月様はお笑いなさいました。そこで小人は大急ぎで、一と,とびに女の子のいる窓に飛びついて、こんばんは、かわいいお嬢さん。あなたは、お月様の子供だそうですが、本当ですかと聞きますと、女の子は、ええ、そうです。私は、お月様の子供です。と笑いました。 本当にあなたのお顔はお月様のように綺麗ですね。あなたはこの家で毎日何をしていらっしゃるのですかこの街は本当に美しい街ですね。と小人が聞きました。このお家は私の家で赤いキレやおもちゃやいろんな面白いお話を書いた本が写っているのです。その中にはあなたのこともお月様のことも書いてありますよ。 私は毎日そんなご本を読んだりお人形を作ったりして遊んでいます。私は小さい時にお月様のところからこのお家へもらわれてきたのですよ。これをお月様に差し上げてください。と女の子は自分の頭から赤いリボンを取って小人に渡しました。小人はそれをもらってまたお月様の後を追っかけました。お月様は女の子にもらったリボンを 頭におかけになりましたお月様はまるでかわいいかわいい女の子に見えました。まあお月様あなたがそのリボンをおかけになるとあの女の子にそっくりですよ」と小人が大喜びで言いました。お月様も大変嬉しそうにその晩中ニコニコと笑っていらっしゃいました。その晩はちょうど十五夜でした。